これは「花咲天使てんてんくん」というギャグアニメの主題歌であります「クラスで一番すごいやつ」という歌なんですけどもね歌っているのは「ブラブラブラボーズ」という覆面歌手まあその正体はサミーさんという方らしいですけれどもこの歌詞がねなかなかぶっ飛んだ歌詞で当時ね割と子どもたちの間では話題になっていたんですがちょっとそれを聞いてみていただきましょうかね。

1998年に始まっているということで今年2018年ですからちょうど20年目なんですよねだ。てんてんくん放送成人式を記念しましてというのはまあ大嘘で単にたまたま思いついたっていうネタなんですけれども今日はですねまあチンコソングチンコっていうのはあの 珍しいですね珍しくそして古い、えー、チンコ、えー、珍しく古い歌チンコソングそれをその歴史をですねまあたどってみようかなという企画なんですけれどもね、えー、まずですねこチンコソングのその元祖 っていうもしかしたらもっともっと古い歌はあるかもしれません。それこそね遡ればお座敷の歌なんかでねいくらでもそういうのあると思うんですよ春夏みたいのでね。ですがまあ一応ねその何て言いますかねレコードが。 まあ,まあ売れた、まあ、ベスト10に入る売り上げのベスト10に入るくらいまででなくてもねまあ人のことの刃に乗るぐらいにはまあまあ売れたということですねそれをもってしてまあ元祖と初めてそういうふうに話題になったレコードということで そのチンコソングの元祖というのをねご記憶の方いらっしゃいますかねもう「おっあれだよ」ってすぐに出る方いらっしゃいますかね実はこれだと思うんですよね。はい、はい、これこの題名何ていう風にご記憶ですかね これは一応本当の名前はハッピーホセっていうのかな <laughs> でまあカッコしてチンチンって書いてありますけどもねこれチンチンってのがどういう意味かっていうのがよくわかんないんですけれどもうーんまあもともとはこれはメキシコ系のインストゥルメンタル。 だったようですけれども、これが昭和三十五年。千九百六十年に一番最初に作られたらしいんですよね。で、ものの話によりますと、早くもその翌年、昭和三十六年に。まあ、日本でも。誰だっけな、えー、っと。うんと、あの頃のポップス歌手の方、男性のポップス歌手の方がね。誰だっけな、<laughs> えっと、ちょっと度忘れしちゃいましたけれども。 が発売したという話もありますけれどもね。えー、そして世界的にヒットしたのは昭和三十七年なのかな。そのさらに翌年、昭和三十七年にジャック・ロスという方がまあオランダとスウェーデンでそのこの歌をヒットさせたということなんですね。だから日本ではその世界的なヒット、昭和三十七年の前の年にすでに カバー版が出ていいたらしいですそれはちょっと私確認できてませんけれどもだ私まだ確認できてませんけれどもまあそういう話があります。まあ、世界的にヒットしたのは昭和37年ジャック・ロス、えー、さんですね。でまあ昭和37年にヒットしたわけですけれどもそれをですね、えー、これは。 昭和43年になってちょっと間が空きましてね昭和43年になって野瀬陳平さんがねこれ深夜の0時5分からやっていたなんだっけなえっと「陳平花の予備校」というラジオ番組が帯であったんですよね月曜日から土曜日までこの「珍平花の予備校」の主題歌として この歌を流していたんですよね番組の冒頭で「チンチンチンウッパパルパルパ」って言ってまあその「チンチンチン」っていうのがチンペイさんの「チン」とかかっているということなんでしょうけれどもねそれに加えてまあその「チンチンチン」っていうその言葉がまあ言ってみれば日本では深夜向けでもあったわけですよね間違いなくそれは。 その本来の「チンチンっていう意味がどういう意味だかちょっとわか,かんないですけどね多分擬音かなんかだとは思うんですけれどもまああれですねそのちんぺいさんはちょっと艶っぽい感じも求めながらしかもその「チンチンチンっていうのが自分の「チンペイという名前と被っているんでそれでこの「お花の予備校」の主題歌に採用したんでしょうおそらくね。で 後にこの陳平さんは他でもねその花の予備校が終わった後もいろんな番組ラジオで昼も含めてやりましたけれども結構この歌を使っていたこと多かったですよね私もなんとなくね昼間やってた番ラジもちろんラジオ番組なんですけどラジオ番組でも流していた記憶があるんですよ。私はまだこの花の予備校の頃はちっちゃかったんで絶対聞いてないですからね。 それでもちんさんの番組で冒頭で流れてた記憶はあるんでまあいろんな番組で主題歌として使っていたことは間違いないですね。これは野津江ちんさんのテーマソングであるうまあチンチンソングチン,チン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 ルンバかそのチンチンルンバっていうことですね。だからもともとはえー、っとなんだっけ。<laughs> ハッ,ピーホセハッピーホセっていう題名なんだけれどもまあこれハッピーホセって題名も一番最初に日本で発売された時はハッピージョーズっていうふうにカタカナ振ってあるみたいですけどもね。JOSE で,ですねでこれもともとがメキシコなんで、まあ、メキシコだとその J-O-S-E を「ホッセ」o S e、o, って発音するんでしょうねおそらくねだから本当はハッピーホセなんだけれどもハッピージョーズというふうに <laughs> 一番最初の時はカタカナ振っちゃったらしいですけれどもねまあそれがキングレコードが発売してるわけですね昭和何年だかわかんない多分昭和37年頃だと思うんですけれどもキングレコードが発売してでこのチンペイさんが 花の予備校の主題歌として採用しましてで翌年それがまあ43年ですからね昭和43年翌年昭和44年にキングレコードがこの歌を再発するんですよジャケットに陳平さんの顔を,顔を入れてで再発するんですねだからまあちょっと話題になったんでしょうねまあなりますよね 結構ねノリのいい歌ですしでちんさんその頃結構注目されましたからねまあそんなにあのヒットチャートに入るほどのヒットではないですけれどもまあ若者の間ではそこそこ認知されてそれなりに売れたということでこれがまあ私が考えるチンコソングの元祖だと思うんですよ昭和43年にラジオ番組で使われそして 翌年にレコード発発売されれたと、まあ、再発ですけれどもねジャケットを変えて再発された。でですねこれ前後関係よくわかんないんですけどもその同じ昭和44年このハッピー補正「ちんちんルンバっていうふうに題名をつけられて再発された昭和44年同じ44昭和44年にですねもう一つ。 日本の歌謡史上得意な非常に得意なチンコソングが生まれるんですね。それがですねこちらなんですよ。これはねご記憶の方ね意外と私の同世代でも少ないですよね。あんまりテレビで歌わなかったのかでも私よく覚えてるのがね多分 TBS のね歌謡曲ベストテンだっけだと思うんですけども。 ありましたよね、なんかベスト10番組が当時もあれだったと思うんですけれどもまあ歌っているようなハニーナイツさんですけどもね非常に本格的なコーラスグループしかもそのまあ真面目なコーラスグループですよ本当にその大の大人がですよ4人揃ってですよ大真面目な顔をしてですよ でその場面もね画面も普通の歌番組なわけですよ。ねあのむかあそのあその「ひょうきん族みたくこう」笑わせるようなセットになってなくて全く普通の歌番組のセットで実力派のコーラス歌手が4人揃ってものすごいクソ真面目な顔をして「おーちんちんおーちんちん」とか歌ってるわけですよ。<laughs> 私その頃、まあ 言ってみりゃまだまだだ全然ガキですからねガキですけどもねちょっとその絵にものすごくびっくりした記憶があるんですよなんだろうってなんでこの人たち大人なのにこんなのを歌ってんだっていうふうにねものすごくびっくりした記憶があるんですね <laughs> この歌はねかなり衝撃的でしたよ当時うーん まあ一番最初はまあ衝撃受けたけどやっぱり慣れればねそういうなりに歌って自分でもそういう記憶ありますけれども一番最初見た時は本当にびっくりしてねなんで大人がこんな真面目にチン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 言ってるんだっていうねすごい得意な絵面でしたよねあんだけの絵面ってないっすよテレビ史上。だいたいまあテレ笑いいた笑とかかしちゃゃうじゃないですか特にね吹き矢っていうのはよく自分で吹いちゃうような。 お笑いの人だったらねお笑いの人ですら自分で吹きながらやっちゃうでしょこんなのそれ実力派の歌手の人がものすごいクソ真面目な顔して歌ってんですよ真剣に歌ってたんですよこれはねなかなか非常にシュ,シュール今で今の言葉っつかなその後覚えた言葉で言えばシュールっつうのかななんかすごい絵面だったっすよねまあこれがチンコソングうん そのチンチンルンバと並んでねチンコソングの元祖と言えるわけですけどどっちが先かっていうともちろんチンチンルンバの方が全然先なわけですよ。でほとんどねえ話題になったのは同じ時期なんだけれどもただ「チンチンルンバ」がラジオで流れたのは前年なんですからね43年なんだから。問題はそのレコードの発売がどっちが先かっていうのがよく分からないんですよ。 オーチンチンが話題になったから「チンチンルンバー」じゃあこれもレコードで売るかってなったのかそれとも「チンチンルンバー」が結構話題になってるからじゃあこういう歌作ってみようかっつんで作ったのかオーチンチンをねそこら辺の前後関係がよく分かんないんですよオーチンチンの発売日は分かってるんです昭和44年の6月25日えこれはデノン デノンレコード、まあ、日本コロンビアが発売したデノンという銘柄で CD28 という番号で発売されまして最高15位オリコン15位で14万枚売れました早計ねだからまあまあ中ヒットぐらいですかにはなったわけですね。だから69年、えー、昭和44年の6月25日に発売されたっていうのはオーチンチンの方はわかるんですけども。 問題はその「ちんちんルンバ」の方がいつ発売されたかっていうのが昭和44年としか分かんないちょっと発売日が調べつかなかったんですねだからレコード発売後どっちが先かはちょっと今のところ分かんないんですでもまあ常識的に考えてですよそのこの「ちんちんルンバ」自体が話題になったのはその前の年ですから、ね、昭和43年ですからまあその「ちんちんルンバ」に触発されて「大チちんちん」ができたんでしょうねほぼ間違いなく。 ですからまあ元祖は「ちんちんルンバそして続く「王ちんちん」がまあオリコンに入るオリコン15位というヒットになることによってですね「ちんこソング」というものがさんぜんとその日本歌謡史に足跡を刻んだわけですね足跡刻んだんですけどその後続かなかったですねやっぱりねそうそんなにテレビで歌わなかった歌いづらいですもんねやっぱりね テレビ局としても「おうちんちん歌ってください」ってやっぱり当時言いづらかったでしょうね今だって言いづらいですもんね多分ねだからまあテレビであんまり歌われなかったからヒットもそこそこだったっていうこともあるかもしれないしまあそんなわけでちょっと問題になっ,問題ってことでもないんだろうけども一部で物議を醸したようでね、うん、やっぱりだから放送禁止までは1 行かないんだけども、まあ、要注意ぐらいにはなってたんでしょうね。そんな具合だから後が続かなかったんだろうと思うんですよね。チンコソング、しばらく途絶えるんですけども、で後を継ぐものがなかなか出なかったんですが、これがね、やっぱりね、チンチンルンバとオ大チンチンがそうであるようにね、一人 壁を突破するとね、それに続く人が出るっつうかな <laughs>。あの昭和50年になりまして、あのねのねさん2人組いましたよね。あの方たちがつくばねの歌っていうのを出すんですよ。これご存知の方結構ツーなんですけど、つくばねの歌はね、まヒットというほどでもないんですね。これは昭和50年の4月10日に発売されまして。 オリコン最高36位で売り上げは4万1000枚ですからまあ小ヒットですね小ヒットでこれテレビではね聞いた記憶はないですねただラジオでは流れてた気がするそれはもしかしたら後年かもしれませんけれどもねラジオでは何回か聞いた気はしますだからまあその程度ですよねだからそんなに話題になったわけではないんだけれどもまあ2の間では割とこう 受けていた歌で結構ねその歌い回しっいうか言い回しというかねが面白いんですよね、うん、だから拙者とて武士であるからそんなことはなしないけれどももししたらどうするっていう具合でねよくある昔からある言い回しですよねあーのー先,先っぽまでしか入れないからみたいな感じでそういう感じで、えー、進んでいく歌なんですけれどもで最終的には。 おへそにこう指入れたらどうするっていやおへそならいいけれどもね、うん、あに入れてはいけませぬっていう感じで進むわけですよ。でんどこにねえ指入れたらどうする拙者武士だから滅多なことはいたさぬがもしに指を入れたらどうすると。 指をニョルルに指を入れるぐらいなら構わないけれども。指を入れたら困ります。みたいな感じの歌なんですよね。さすがの私でもなかなかね。そのそのものズバリ言いづらいですけれども。じゃ、あそれはレコードではどうなってるかと,と、やっぱり今みたいな感じで、もにもにもにもなっていう。風に、えー、表現してますね。おへその中に指など入れても良いけれど。 おまの中に指など入れてはなるまいぞいやいやせっかくでぶしゃるかめったなことはいたさるなおまうえええええれええええええまえまええ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 

やっぱりズバリは言わない <laughs> ズバリは言わないんですね。で今ちょっと検索してみたらば歌詞サイトでは今のねインターネット上の歌詞を紹介しているサイトではまあ伏せ字まるで伏せてる字で。 チマルコとかまル、あ、コ、ま、みたいな感じでやってたかなそんなせ石でやってましたね実際のレコードではまあライブ版なんですけどねこれね実際のレコードではそんなに、えー、明確に言ってなくて今見たく「にょんにょんなんて感じでごまかしてやってますからねだからあの歌詞もそんなにのまあ 言いたいたことは確かにそういうことなんですけれどもねそんな具合で表現されていた「つくばねの歌」っていうのがちょっと話題になったまあ4万1,000枚当時の4万枚っていうのはまあまあ小ヒットですねこれがまあ昭和50年の4月ですから発売がそしたらばですね同じ年の8月25日になりましてですねやっぱり似たような歌が出てくるんですね まあこれは、まあ、チンコソングの特集ではありますけどチンコソングではなくてまあ「キンタソング」っていうかな「キンタの大冒険」っていうのがあのすごい範雄さんっていう方がねいらっしゃいまして「えー、キンタの大冒険」という歌をエレックレコードから EB1041、えー、先ほどのつくばねの歌はワーナーパイオニアの L「L の 1241E」というレコードでしたが。 金代、えー、の大冒険はエレックレコードの EB1041 として発売したわけですね。これはオリコンには100位には入らなかったみたいですけれどもただねやたら当時ね話題になりましたよ。私調べてねオリコン100位に入ってないんで驚いたんですけど結構子供たちの間では話題になってやっぱりラジオ聴いてる混ぜてる子供がいたんでね それから広まったんでしょうけどだからラジオでは結構流されていたと思うんですよ多分鶴光さんの「オールナイト」で流れてたんかな鶴光さんが流したんか知んないね東京では関東ではねまあだから当時子どもの私なんかでも話題になっていた歌「金太の大冒険」これはどういう歌かと申しますとまあ金太という主人公を歌っていてまあその金太ね 金太が取る行動をまあいちいち歌にしてるという歌ですけど例えば「金太負けるな」とかねそんな感じですよ。金太負けるな金太負けるなっていう感じかな。<laughs> これギぎなた弓」っていうらしいですけどね。ギナタユミ要するに、えー、言葉をつなげて別の文節で区切るみたいなことをして別の意味で 表現してていいるるるけけれれども、本当の隠された意味があるという感じ。読みででやってるわけですよ。だからもともとこの「チンコソング」の流れとしましてはですよ元祖の「チンチンルンバ」はもともとそのね違う国の言葉の「チンチン」という意味がもともと違っていたものを日本語で聞くとおかしい感じになるんでってことでまあ なんうのかな元々は全然そういう意味でないものを勝手にこっちでねそういう風に聞いていたというだけだったわけですよ。で第2弾の「オーチンチンになるといきなりもう豪速球ど真ん中に放ってくるわけですね何の隠しもなく「オーチンちん」とかものすごいコーラスかけてまでね歌ってたわけですからそれ第2弾。でまあそれでちょっと行き過ぎたっつうんで間が空いて「つくばねの歌」では「 ちょっと一つもこう何も言わないっていう感じになっちゃってでその「つくばれの歌」が出てんあれですねやっぱりちょっとそういう歌出してみるかみたいな感じになったんですよね当時この昭和50年当時ってねなんかそういう動きが結構あって笑福亭鶴光さんの「オールナイトニッポン」なんかが話題になった頃ですもんね。 で鶴光さんもいろんなこう艶物ソングうぐいさんにミュージックホールとかねああいうのバン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 いっぱい出してた頃ですもんね「なんだなるほど節」とかねまあそういう時期なんですよねだからたまたまそういう人たちがまあ固まって出てきたのが昭和50年代初頭という感じだと思いますけれども、まあ、坪井典夫さんはこう「金太、まあ、ケルナって感じで「金太の大冒険」っていうのを出した。でこれはまあ 当然普通の放送局は流しませんから <laughs> ましてテレビでは流れなかったと思いますテレビで一回も聴いた記憶ないんでですからそういうことでまあヒットにはならなかったただ話題にはなったとそういう歌でしたねでそうやって昭和50年に入ると、うん、まあチンコソングがちょっと復活しだすわけですよ復活の芽が出てくる。 そうしてですねよく昭和,昭和51年になりましてまあ暮れですけどね昭和51年12月21日ですが第2期チンコソングの王が現れるわけですねこれが「チンチンポンポン」というチンチンポンポンこれは当時物心ついていた方は皆さんご記憶だと思いますけれどもね相当売れましたよねただ いろんなところで聞きましたけれども、売り上げはそれほどでもなくて、オリコン最高20位、売り上げ枚数が11万2000枚ということですね。歌っていたのは小谷博代さん、前野義典さんという、まあ、女の子と、ちっちゃい女の子と、まあ、ちっちゃい男の子、お兄ちゃんおあの、お兄ちゃんと妹という役割で歌ってましたよね。これがキングレコードの TVH の30という番号で出ていますがこれもキングレコード元祖の「チンチンルンバ」を発売したキングレコードが第2期もねうちが元祖なんだからって感じのそこ意,意地があったんでしょうかねそんなわけないですけどね「ちんちんの歌だったらうちだよ」っていうもうそこ意地があったんですかね「元祖ちんこソンがうちだから」みたいな。 そんこいじを見せたのかどうかあ金,金太の大冒険に負けてられないよ」そんな「つくばねの歌」みたくぼかしたり「金太の大冒険」みたくそんな「ぎなた弓」でごまかしたりしないようちはそのものずばりいくからって感じで「ちんちんぽんぽん」と出したわけですけれどもこの「ちんちんぽんぽんですが日本語の歌詞はそのものずばりの歌詞なんですよね。これねそういうい歌なんで ラジオで流れてたかなちょっと記憶曖昧なんですけど当時とにかくよく耳にはしたんですね。というのは当時っていうのはあのー、街中ででよよくレコードがか,かってたんですよね売れ線のレコードがよくかかっていた商店街とか行くともう必ず売れてる歌がかかってたパチンコ屋とかなんとかね商店街でもかかっていたしそんな具合でこの「ちんちんポンポンもやたら耳にしたんですよ街中で。 あので女の子の声とかがね可愛くてこう耳に残るっつうかな耳につくっつうかなだからものすごく記憶には残ってるんですよテレビでは多分一回も流れてないと思うんですよね <laughs>「王ちんちん」はテレビでよく歌ってたよくっつうかな私は歌ってたのを記憶してますけど「ちんちんぽんぽん」はテレビでは流れてないでしょうねラジオでは流れたかもしれないなんかラジオで聞いた気がしますねまだ、あ、それは曖昧 まあ街中で聞いたんだと思いますけどもね。でこの「ちんちんぽんぽん」だからさっ,きもさっきちょっと言いかけましたけれども日本語の歌詞はそのものずばりなんですけどもねこれもともとは日本で発売されたのは昭和51年ですけれどももともとは昭和47年にえっ、ー、とこれどこだろうなバッシュどこだっけイタリアだっけななんかヨーロッパでやっぱり。 作られた歌らしくてこういう感じなんですよね本来は今ね YouTube で他の方のいろんな国のね動画も見ることができますがインターネット時代になってねもともとンンポポっていいうううのはこういう歌なんですよねつまりまあ向こうの言葉で言えば「シュッシュポッポ」っていうぐらいの意味合いみたいですよ だ汽車の歌らしいんですよね。なんか <laughs> だかその「シュッシュポッポ」っていう歌をですよまあそれは向こうの言葉では「チンチンポンポン」っていうらしいですけれどもそれが日本語でね「そのチンチン」がそのそういう意味だからって歌詞の意味丸っきり変えてですよ。で なんつのその正規の意味にして正規の意味って正規の意味は違うのに正規の意味にしてわかりづらいな <laughs> 正式な意味は正しい意味はその正規の意味じゃないのにわかりづらいな <laughs>、ね、とにかくまあ意味が違っているのにわざわざそういう下の意味にしてねで売り上げちゃうというわけ そういうことをしていたってわけでこれあんまり感心しないですね今だったら炎上してるかもしれないですねまさかそんな歌だとは分かんなかったから当時てっきりその日本の歌だと思ってましたからね私なんかは,とは違うんですねよその国の歌を勝手にそのそういう詩にしちゃったというねちょっといただけないですねうんでこの「 チンチンポンポンを思ってして第2期チンコソングがまたちょっと間を空けちゃうんですねやっぱり「おチちんちん」でズバリ歌ってその反応が反応っていうのはいい反応もあったけども悪い反応つまりまあ圧力みたいなのもあったんでしょう。 第2期もやっぱり「ちんちんぽんぽん」ってその,そのものずばりの言葉使っちゃったがためにやっぱりいい反応だけではなくて悪い反応圧力みたいなのも多分あったんでしょうねだから第2期もこれをもってして間が空いちゃうということになってるわけですよ。で「ちんこソング」はしばらく途絶えるわけですがまあ私の記憶ではですよ もしその私が抑えきれてないチンコソングがもしねあったら是非コメント欄で教えていただきたいですけれどもまあ私の記憶ではちょっと間が空いちゃうわけですね。で昭和55年になりましてえ8時だよ全員集合の中で志村けんさんがね「歌歌そうよちんも長いのよ」とか言ってあれもね結構 こうまあ、私はもう当時それなりの年になってましたんで、まあ、はっきりと言ってねあんまおも面白くもないしもういい大人でしたからね大人までは言ってないけどまあいい年してたから全然面白くと思わなかったしむしろこう拒否反応みたいになっちゃったんですよね。カカララススのののの勝勝手手まず最初カラスの勝手でしょってあの7ののっててつ替え歌歌をそれが 子供たちの間にもう爆発的なブームになったわけですよね。もうそれももう私結構大きかったんで、結構苦々しくは見ていたんですよね。まして、あれ元ネタあの金ちゃんのドンとをやってみようというラジオ番組で読まれてた。ネタなんで元がね。だからうわーってこんなことするんだって。感じで私は見ていたから、もうそのカラスの勝手もなんか嫌な感じで見ていたしまして。その第2弾。 カラスの勝手がしばらくたってから第2弾としてね童謡替え歌の第2弾としてその「ちんちんも長いのよ」と言い出したわけですよ。でもそれはね多分ねそんなに多く使われてないですよね。私の記憶では 2, 回歌っってもう使わなくなくた気がするそれはやっぱりそのや例によってそのものづまりの言葉を使ったことによって。 まあいい反応だけじゃなくてね子供は面白かって歌ってましたけどもいい反応だけじゃなくて悪い反応やっぱり圧力みたいのがあったようでまあその2番っつうかな第2弾のその童謡替え歌の第2弾の方があえなくすぐにお蔵入りになっちゃったわけですよね。からその勝手の方も結構非難があったんですけどもそちらの方はまあ結構長く使ってましたけどもね。 チンチンはさすがにまずいだろうっていうのは内部でもあったみたいですからね <laughs>、えー、まあでもねそれを遡ることを10年前にハニーナイツという実力派コーラスグループが「チン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 歌っていたわけですからねそのものズバリの意味で歌っていたわけですからそれを思えばですねで面白いですよねななんんでその男性にに関してはこんなに <laughs> ヒット曲があったり、うん、その放送で堂々とそのものずばり言えたりするのかって本当に面白いですよねそれではチンコソングをまととめてみたいと思い思まますまず昭和35年「ハッピーホセの原曲が外国でできましたこれは「ちんちんルンバという別名をつけて日本でも後年に売り出されます 昭和37年には世界的なヒットいろんなバージョンがね世界各国で作られましたから昭和37年にその中のもの一つが世界的なヒットを記録するとそして日本でも有名になっていきます間空きまして昭和43年になりましてラジオの「陳平花の予備校」という番組こちらでその花の予備校校歌としてですね 番組冒頭で流されますこれチンチンルンバということでねそして翌年昭和44年にキングレコードが、えー、再発いたしますその世界的ヒットがありました昭和37年当時だと思いますがハッピーホセチンチンルンバとして売り出していたレコードを再発いたします陳平さんの顔写真を入れて、えー、再発いたします そして同じく昭和44年に「王珍珍」ハニーナイツさんの「ンチンがオリコン15位というヒット曲となります。そしてまた間空きまして昭和50年「あのねのおねさんがつくばねの歌」をまあ小ヒットさせます。同じく昭和50年坪井のりおさんが「金太の大冒険」を一部こう。 一部通な層にね、えー、受けるという現象を起こしました金太の大冒険結構まあ,あラジオを聴いてる層我々ガキとか若い層には話題になりましたそして翌年の昭和51年まあ暮れですからねほとんど52年という感じですけれども「ちんちんぽんぽん」がオリコン20位 というまあ小ヒット中ヒットぐらいかな中ヒットぐらいのヒット曲となりますそしてえこれも間空きまして昭和55年に八時代を全員集合の中で志村けんさんが「ゾウさんゾウさんの替え歌」をまあヒットっつうかなあ子供たちの間でちょっと話題にしましたこのような流れですねそしてこの80年 1980年の、えー、8時代を全員集合以来ですね私の記憶ではですけれどもその目立ったチンコソングがないわけですなくなって一気に、えー、90年代末期の花咲か天使花咲か天使天天まで、えー、開いちゃうんですねほぼ20年近く開いてしまうこれはどのようなことなんですかね 一番最初の「そのちんちんルンバ」に関して「ちんちんルンバ」というものはその本来日本語の意味とは違う外国で発音されている「ちんちん」という言葉がまあ日本語でちょっとおかしいみたいなねあの元あの日本のプロ野球のピッチャーでも「おうちんこ」という人いましたけれども <laughs>「まあそおうちんこ」っていうのがおかしいみたいな感じですよね面白い <laughs>。 人の名前なのにね失礼な話ですけれどもまあまあそういう話題もあったりそれに近い感じですよね「ちんちん」チンチンって言葉は別に外国では何でもない言葉なのにそのまあ日本ではちょっと別の意味で解釈されてちょっと話題になったと。その話題性を多分利用した形だと思いますけれども今度はそのまんま日本語として もう何の寺らもなくですね真正面から歌ったのがオチンチンということになりますけれどもでその真正面から歌った反動でしょうが間が空きましてでえ昭和50年にですねこの頃ラジオで「オールナイトニッポン鶴光さんのオールナイトニッポン」とかですね結構こう艶っぽい話をする人がまあ増えた時期なんですよね。 えーまあ、あのねのねさんとか坪井則さんももちろんそうですけれどもねそういうわけでそういう盛り上がりが背景にあってあのねのねさんがあのねのねさんが「つくばねの,ねの歌」というのを出すわけですけれどもこれは、えー、あくまでもレコード上ではライブでは言っていたのかどうか分かんないですけどねあくまでもレコード上では、まあ、全然その部分の言葉はぼかしている。 ぼかしてはして喋っい,るというで次に、えー「金太の大冒険」に関しましてはぼかしてはいないけれどもぎなた読みでまあそのそのまんま言っているわけではないということですね。で、えー、続く「ちんちんポンポンになってこれは「 もともとは外国でそ,のそういう意味ではない言葉を日本語にわざわざ訳詞をしてですねそのまんまの意味にしてしまったという歌でしたね。という歌でしたね。だから共通点ありまして「チンチンルンバ」も「チンチンポンポン」ももとは外国の歌と。 でそういう「ちんちん」っていう言葉は別にそういう、えー、変,変なっていうかな世紀、えー、を意味する言葉ではないわけですけれどもそれをわざわざ正規の意味にして売り出したのは両方とも「キングレコード」というねこれがちょっとした今回改めて調べて浮かび上がってきた共通点でねキングレコードの担当の方にそういうのが好きな人がいたのかどうかそれは分かりませんけれども。 ままあまあそういうい共通点があるとでその後まあ8時代を前集後のね、えー、そのものズバリも含めてその後空いてしまうとだから第1期の昭和40年代半ばの第1期チンコソングブームみたいなブームまでいかないかなまあそういう流れがあった時もズバリ キングレコードが「チンチンという歌を出してでン静化してしまうあれ今シャレじゃないですけどね <laughs>、えー、そして第2期昭和50年前後こちらもキングレコードが「チンチンポンポンと、あのー、そのまんまの意味で出してまあン静化してしまうと、うん、いう流れ 共通してます、ね、で80年代に入って何で一気にその存在が皆無になってしまうのかとまあ私の記憶ではですけれどもね少なくとも私がポーンとすぐに思い出さないくらいなわけですからあったとしても多分相当小粒だと思うんですけどもなんでそのぐらいなくなってしまったのか80年代に。これ私なりのまあ個人的な考察なんですけれども80年代に入ってくるとビデオメディアというのが勃興してくるわけですね。 でビデオメディアになりますとそのそれまでテレビ上とかねラジオ上でまあ放送上でうーんちょっとねうんくすぐりぐらいのえエロいことをねちょっと言っただけでも結構ね増幅されてこちらは受け取っていたわけですねそれまで情報が少ないですから。 だちょっとしたことをつけばもうそれで結構こちらの想像力というかで補正してですねちょっとした言葉でこう増幅されていたエロい気分がそういうのがあったと思うんですよ。80年代になってビデオメディアが勃興してきますともうそういう想像力とかそういう次元ではなくなってきましてどんどん描写がもう露骨になっていくしでちょっとした情報も あまり新鮮味がなくなっていくわけですね。えまあ、エロに関しての話ですよ。今今はエロエロい。エロ描写に関しての話ですからね。ま、全体的にそうでしょうけれども、特にエロ描写の話で。ですから。もうビデオメディアによってですね。もう。チンチンという言葉でアハハってなるような。うぶな時代を我々はね。もう！ なんていうか通過してしまったんですよねビデオメディアによってもうね裏ビデオなんかも普通にこう手に入るようになってましたしチンちんこ」がなんだってそのぐらいでキャキャ騒ぐくらいのねそういう世相ではなくなっていったんじゃないかなとまあこれ私のね完全に個人的な考察ですけれども。 だから「ちななんこだ,だなんだ」っていうのをそんな言葉でキャッキャッキャッキャ喜んでいた時代っていうのはまあ言ってみれば純粋無垢みたいなふうに取れますけどもね私には。うん多分ね80年代に亡くなったのがこういう歌が亡くなったっていうのはビデオメディアの勃興と多分連動してるんじゃないかなというのが私のまあ 結論的な総括でございます皆さんはどうお考えでしょうか